さて第7試合 61.5kg 契約3分3ラウンド、この試合も肘よりルールで行われます。ついに新日本キックの選手がこのシュートボクシングのリングに上がることになりました。2人がグローブを合わせます。いよいよ歴史的な一戦の幕開けです。さあ試合がスタートしました。シュートボクシンググラウンドゼロ東京2019。さあ大江さん、はい、今回のグラウンドゼロで、まあ、最も刺激的なマッチメイクと言われる試合が始まりましたね。そうですね。今ちょっとここまでの、対抗戦3つ負け越してます、はい、ここはヒロキに頑張ってもらわないといけないですね。まあ、シュートボクシングの象徴、この黒いロングスパッツを履いている笠原ヒロキです。対するは重森陽太 WKBA の世界ライト級チャンピオン、まあ、なんといってもあの新日本キックボクシング協会から送られてきた選手。そうですね。これがまあ本当にあの長くキックボクシングを見てきたファンの方なら、いかにこれは大事なことかというのが、ね、よくお分かりだと思います。打撃系格闘技の世界ここ30年ぐらいで一番のニュースじゃないですか。はい。これまで交わることがなかった両団体がついに、今日交わることになりました。もう相手は世界チャンピオンですからね。そうですね。そして笠原は日本チャンピオンです。シュートボクシングの日本スーパーフェザー級チャンピオン、まあ、そしてこのフェザーから階級を上げて2階級を制覇しましたよね。はい、早い段階で2階級取りましたよね。まあ、この逸材と言われる笠原兄弟の兄であります。このどうですかね、笠原ひろきの、まあ、力については大江さんはどんな部分を評価されていますか。やっぱり、浅草のタイ人トレーナーダムさんについてもう小さい頃からねずっと英才教育受けてきましたから、はい、で試合経験も若い頃から豊富ですしね、まあ、今も若いですけど、はい、ジュニアの時代からね、はい、で結果も出してきてる残してきてるとでリングの中のプロの中の経験も積んできましたよね、はい、時に負けることもありましたけどもその度にその次の試合では必ずすごい試合見せてくれますからね経験が生きてるんですよね。このリングの中での経験を生かして一つ一つ階段を上がってるという若いチャンピオンですよね、はい、序盤はお互いにまだ慎重です。ローキックを中心に攻撃をしています重森です。こちらは短いトランクスを履いていますキックボクサー、まあ、肘が今回は認められていますからまたこの肘打ちというのが何かこう試合を左右する可能性もあります。一瞬で決まるね。先ほど の、 あの 上山の試合のようにね、はい、一瞬で決まりますから、いやしかしこの対抗戦でまた肘張りというのは一層スリリングですよね。そうですね。ミドルキックキャッチで左フックです。残りが30秒切りました第1ラウンド。重森は蹴りを中心に試合組み立ててますか今。いやまだ、出てきてないですよね、序盤様子伺いですよね。ただ、まあ、一つ一つの技は重いですよ、はい、様子を探ります。世界チャンピオンです。残りがもう10秒切りました。ローキック少しずつプレッシャーをかけているのが笠原です。笠原前出る左フックコーナーに詰める。ここでゴング第1ラウンドが終了。いやー3分が早いですね。本当ですね。ピリピリっとした1ラウンドでしたね。緊張感があります。笠原の1ラウンドの動きどうですかご覧になって。いやまだお互いまだフルスロットルではないですよね。様子を伺いながら、まあ、いいタイミングいいところで前に出れたらなというところで1ラウンド経過しましたよね。まだ様子を見て慎重に戦う両陣営です。さてここでインターバルを挟んでどう動いてくるか。あ井原会長も動きましたね。本当だ本当だ。何か言葉をかけました。ラウンド2さあ第2ラウンドです。第2ラウンドが始まっています。ロングスパッツが笠原そしてショートのトランクスが重森です。これまで交わることがなかったシュートボクシング協会とそして新日本キックボクシング協会。ミドルキック重森プレッシャーは笠原です。笠原プレッシャーかけてますよね。そうですね。前で行きましたね。まあ、なんせ3ラウンドしかないですからね、はい、もうそろそろ仕掛けていかないと、はい、5ラウンドではありません。キックボクシングの、まあ、5ラウンドではありません。
距離を詰めて相手を捉えようとする笠原です。ただこの前に出るところ、おっと左フックです。笠原は今日この左フックをよく出します。前蹴り、右、思い切って振ってきました。ガードの上から思い切って打ちます。笠原がまたこの前に出ようとするところで重森も蹴りを出します。いやもちろんね、そのあたりはもう世界のベルト巻いてますから、ね、はい、当たり前のようにできることですよね。ただまあこうやって相手を後ずさりさせることはあの悪くないですよ、はい、このプレッシャーはいいわけですね。そうですね、うまく技をね、はい、つなげられたら、前蹴り、これは一番いいですよね。ボディー、そこに対するあの重森選手の誘っていて中に入れて懐に入れてからの返しも怖いですよね、重森ガードしながら相手をよく見ています。さあ笠原どうする、蹴りを掴んでボディ打った、いいボディですね、はい、そしてハイキック、シュートボクシングを守る立場にあります笠原です。残り時間が1分を切りました。第2ラウンド、右フック、この右どうですかね。そう、この長いフックは最近得意技ですよね、はい、左、手数では少し笠原が上回ってますかね。そうですね、じり前に仕掛けて前に先に出てるのは笠原ですね、はい、右、そして左ハイキック、まあ、もう少しこの流れを作りたいところでしょうか。そう、この後が欲しい。だからそこら辺はこの先をさせないのはさすが世界チャンピオンですよね、はい、WKABA 世界ライト級チャンピオンの重森です。左から出てきます。ただなかなかこの攻撃、連続攻撃を許しません。この辺りは非常にうまい。残り10秒を切っている第2ラウンド、ミドルキックを出しました重森。ローキック、あーっと左出しました重森です。時間がありません。第2ラウンド、ここでゴング、第2ラウンドが終了。さあこのラウンド終わって大江さんの印象はどうでしょうか。まあ、前に出て先に手数を出しているヒロキに対して重森選手はこの2ラウンドは少し手数減りましたね、はい、ただこの笠原はプレッシャーをかけて手数は増やしていますが、何かこう連続攻撃といいますかね、はい、攻撃の流れというのはまだできていません。お互いそうですね、はい、となると次がもう最後のラウンドになります。まあ、次のラウンドが勝負ですよね。そうですね、ジャッジはここまで両者まだ差をつけておりません。そしてこちらはシーザー武史会長です。シュートボクシングのシーザー武史会長、まあ、両陣営2つの協会の会長ともにですね、かなりこれは力が入ってますよね。そうですね、いやこの3分間注目ですよ。はい、最後の3分間始まりました。最終ラウンドです。先ほどは笠原が手数を増やしてきましたが、このラウンドはどうでしょうか。笠原ハイキック、ただハイキックはガードしています。重森ロー受け止める、ハイキック、ワンツー、右ストレート入りました。いいストレートですね、重森選手。モーションがないのでなかなか読みにくいんですよね、 ああいうストレートまっすぐ飛んでくるとね、まあ、グローブの隙間を、まあ、すり抜けていきました。さすがですよね。ミドルキック受け止める、まあ、本当にあの笠原もこう組むような動きは今日はありません。蹴り足を掴んでのパンチ、そして左フック、ワンツー出しました。そして蹴りで前に出ました笠原です。あっとミドルキック、バランスを崩しました重森。左ジャブ、笠原肘、縦肘当たりましたよ。近い距離、今度は膝、重森も肘を使ってくる、スリリングな展開です。お互いに肘ですね。そうですね、さあ最終ラウンド半分が過ぎました。左当てる、少し顔切れましたかね重森。
さっきのヒロキのアピールはそうだったんですね。はい、肘で顔が切れました重森です。となると重森もこれはやり返す気満々でしょうか。さあ時間が過ぎていきます。ミドルキック、時間が過ぎていきます。最終ラウンドです。ミドルキック、ミドル続けました。重森、いや重森手数伸びてきましたよ。はい、重森も手数が増えてきました。前に出たい。先ほどはこの肘をもらって顔が切れました。残りが1分切っている最終ラウンド、最終ラウンド残り1分切っています。もうここからがいよいよ勝負ですよね。もうちょっとお互い手数出したいですね。はい、少し牽制しちゃってますかね。もう少しこれは勝負をかけたいところです。明確な差をつけたいところ。足を受け止める、蹴り掴んだバックブロー空振り、左蹴り掴んで、おっともらったらすぐに返します。重森前に出る。風原ミドルキック空振り、時間がない。右重森のパンチ、笠原も返す。残り時間がもうほとんどありません。最終ラウンド、最終ラウンド時間がない。ここでゴング、試合終了、勝負は判定決着です。さて最後のラウンドはどうでしょう、大江さんの目にはどう映りましたか。ポイントはつかないですよね、このラウンドは。肘を一つ、ね、当てていますけども、はい、ヒロキはね、はい、その後の攻撃の展開では重森の方が蹴りは上回ってましたよね。最終ラウンド、まあ、互いにもう少し手数が欲しかったような気もするんですが、そうですね、そこからもう一つというその先が出なかったですね。はい、そして判定が発表となります。もちろんこう実力を白昼すると、ね、なかなかその次というのは難しいんですけどもね、その先を突破口を見出した方が手を挙げられますよね。はい、さあどうだろう。最大の結果をお知らせいたします。ジャッジ若林30対29、赤笠原。ジャッジもでき30対30、イーブン。ジャッジ津山30対30、差がつきません。延長だ。以上延長ラウンドです。1分間のインターバルの後、まあ、3ラウンド目は互いにちょっと手数が減ってしまいました。そうですね、これは大江さん、延長ラウンドは積極的な戦いを期待したいですね。そうですね、いやまあもうこの、ねこの3分での決着ですから、そうお互い出てくると思いますよ。第4ラウンドです。延長ラウンド、ミドルキックから入ってきた重森、笠原少しずつプレッシャーをかけるか。前蹴りです。そしてハイキック、かなり手数増えてきましたね。重森ね、手数上がってますよね。はい、これこのまま受け続けちゃいけないですね。笠原がちょっと受けています。うん、反対に笠原ちょっと慎重ですかね。自分くらい行きたいですよね。そうですね、ちょっとその重森の足技に対して入るタイミングをちょっと疲れてますから、はい、入れないんでしょうね。入っていきません笠原。足を掴んだ、蹴りが出てます重森です。笠原は相手を見てる。自分から行きたいところです。やっぱちょっとうまいですよね。その間合いのコントロールが重森はうまいですよ。はい、ただこれちょっとこのまま振り回されちゃうと劣勢ですよね。ラウンド通ったことある見た場合は、はい、左、そうこういう荒さが欲しいですよ。もっと行きたいところですね。右出しました重森。笠原は持っていきたいところ、自分から仕掛けたい。まだそれほど手が出せません。出てきます笠原、出てくる出てくる。
ただこの重森の間合いですね。そうですね、いや、はい、上手ですよ。このメロキックの距離感と、それは足も使いますしね、あのフットワークも使いますから、はい、捕まえられないですよね、なかなかこの的が絞れません。笠原が的を絞りきれない。前蹴りを出します。この前蹴りです。前蹴りの数がかなり増えて、あーっとこのパンチもちょっと単発で終わってるんで、開始も含めて2つ3つと欲しいですよね。残り1分を切っています。早くも残り1分を切っている。ミドルキック、笠原、時間がありません、時間がありません。前蹴りです。とにかくこのラウンドは前蹴りが目立ちます。重森です。アッパーを左、左、笠原の左、あ、切れましたか、笠原、あ、切れました、切れました。かなりこれもまた傷が大きい。あ、どうだ、ドクターがチェックを行います。あ、これ広いな、ちょっと傷が大きいですね。止めた、止めた、やはり肘で切り裂いた。キックボクサー、キックボクサーが肘で切り裂いた。第4ラウンド2分34秒ドクターストップ。この辺りは笠原無念です。笠原無念の TKO。 いやー、大江さん、やはりこの肘ありというルールが試合を左右しますね。いや、 もちろんね、シュートボクシングにもある肘打ちですから、まあ、ただその肘というものは、ね、さっきも言ったように一瞬に決まりますから、まあ、ただ笠原普段やってないですからね。まあまあ、肘の試合も経験、ね、もちろんありますからね。いや、全然そのシュートボクシング肘が肘つり技がないわけじゃないですから、ただこれは言い訳にならないですよね。そのやっぱりその肘打ちという技術がシームル選手、まあ、もう7の距離感に含めて全てやっぱり世界チャンピオンですね。上手いですよ。まあ、その4ラウンドなかなかこの笠原が重森を捉えられなかった、はい、その印象はやっぱり残りますよね。そうですね。